はい、どうもこんにちは。今回はですね、素人ドラゴンの実況をやっていきたいと思います。今回はですね、サブアカウントを使って、攻撃で金銀稼ぎをしていきたいと思います。研究開発がレベル10まで開発されてありますので、金がね大量に必要となります。そのために、攻撃に行かなくてはいけません。ということで攻撃をしていきたいと思います。攻撃にはねフードが必要で、自分は今ね1万8000フードまで貯められるようになっております。でマックス貯まっておりますので、やっていきたいと思います。で1回の攻撃あたり、自分のレベルだと、7800、8000ぐらいの、フードが必要ということで、約2回分できますね。ということで2回やっていきたいと思います。で金の獲得量が、城主ごとによって変わってきます。多ければ多いほど金獲得量が増えます。でなるべく3万超えのところがいいと思います。あ、これいいですね。はい、これ大型出てないんで、これでいきましょう。で、リーダーキメラガール、サブリーダーは、ブルドラガールズということでやっていきたいと思います。短い間ですがよろしくお願いいたします。もう札どうでもいいですね。相手は大型がいないんで勝ち確ですということで、はい、剣士を出していきましょう。で相手のねキャラクターも装備的には全然育ってないように見えてるんで、まあ弱見せっていう可能性もありますけれども、これはかなり楽勝かもしれません。あ、でも育ってますね、ある程度は。はい、さあとりあえずキメラガールを真ん中に置いてと、これで、中キャラね処理していきましょう。ちょっと上流れてるんで、奥で壁作りつつガードしていきましょう。あー、バーサーカ動きが大変だこりゃ。さあ奥いっぱい出して、もう勝ちは決まってるんで大丈夫なんで、はい、キメラガールいいね。どんどん行ってどんどん行って強いね。オッケーオッケー、いいよ。もうこれ勝ち確なんで、まあ動画的にはねつまんないんですけど、やっぱ勝つことが必要なんで、金もいっぱい欲しいんで、ね、仕方がないことですね。はい、さあ何も言うことがありませんね、本当に簡単すぎて。はい、相手格下なんでね、レベルも低いんで余裕で勝ちました。ありがとうございました。ということで多分ね10万金ぐらいはもらえますねこれ。はいはい、そうですね、ちょうど10万ぐらいもらいました。ありがとうございます。はい、次はですね、こちらの、レベル33、ちょっとね格上にはなりますが、獲得金が63,962枚ということでかなり多いんでね、ちょっと攻撃フード9000と割高ですけれども、1万は残ってるんで、こちらでやっていきたいと思います。でこちら大型1体いますが2体ないんで、それなりに攻略は簡単だと思いますね。はい、普通大型2体まで置けるんで、こちらもかなり簡単に攻略できるのではないかと思っております。さあこれでいきましょうかね。はい、さあ相手は、サイクロプスなので、キメラガールで横殴りしていきたいと思います。ちょっとブルドロガールズは危ないんで、であとはこのキャラクターですね、対空が魔法使いしかないんで、ブルガと調査兵団も多分いけるんじゃないかなと思います。あとブルドラゴンもね、なんならキメラガールも太鼓あった気がします、確か。さあ横殴りをしていきましょう。メビーム8なんでちょっと強めですね。さあ無双が入ってしまった、これは痛い、これは痛いです。さあ魔法使い育ってないんでこういう使い方していきましょう。さあ勝てますね。はい、とりあえずここはブルードラゴン切って上に置く、下に置く、上に置く、出していきましょう。これで多分大丈夫だと思う。
さあ OK ですね、止めました止めました。ちょっと下が危ないんで剣士加えましょう。よし、行こう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 。もう1匹しかいないですね、こっちも余裕です。さあ、あとは落城させるだけ。なんと簡単なゲームなんでしょうか。今回は取れ高全然ありませんね。もうね、簡単な、簡単かつ高い金がもらえるねところだけ攻めているんで、さあ勝ちですね。ありがとうございます。圧倒的に勝利です。はい、もうね、暇持て余すぐらいですから、喋ることも全然ないですね。さあパーフェクト勝利です。こちらはもうね、20万金を軽く超えますよ。はい、超えました。25万金超えてきましたね。ありがとうございました。これでね、金も満タンになったと思うんで、さすがに、はい、満タンになりましたね。ということで、この金は早速ね、飼育士をレベル10にアップします。一気に使いました。ルビーいっぱい溜まってますね。いいですね、これ。もうちょっと貯めていきたいと思います。さあガチャ1回引けるんで引いていきましょうか。さあ何が出るか。おお、トロピー750、これ確率低いんじゃないですか。でもトロピーか、惜しいな。ということで、はい、 0.5%、 今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はね、また本話化で何かしらやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。